皆さんせーの、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、あのペトロマックスの動画になるんですけど、うん、前回のキャンプでですね、うん、ちょっと調子が悪くて、まあいろいろやった結果が、うん、あのクリーニングニードルっていうパーツが原因じゃないかなというところに今のところ行き着いてまして、うん、まあ、その先端のですね、あの針金が曲がってたんですよね、はいはい、まあ、それがいたずらしてた可能性がまああるのかなと思いまして、うん、まあ、今回そこの部品を交換するのと、うん、あとその後にですね、またあの試験で、あの、まあ、パーツ交換後のその試験点灯っていうのと、うん、あとその試験点灯が終わった後にですね、うん、あの B 子さんに実際にね、あのペトロマックスのレクチャーをちょっとしまして、あのつけてもらおうかなと思っております。はい、初点火をさせていただきたいと思います。はい、まあ、あのうちがやるのは、うん、あのバーナーで焼くのではなくて、あのアルコールであのプレヒートをする、うん、まあ、比較的落ち着いた、あのゆっくりした点灯方式ですので、うんうん、バーナーでやると、あの結構忙しいんですよね。あ、そうなんだ、うん、圧がどんどん抜けていくから、うん、その間もずっとこうポンピングしないといけないっていうのもあったりして、うん、まあ、あのちょっとこう気持ち的にさ、うん、そうなんだよね、急かされるっていうのがあるんだけど、うん、まあ、うちはもうアルコールでいつもやってますんで、うん、まあ、今回もですね、アルコールでプレヒートをして、まあ、火をつける感じでやってもらおうかなと思ってます。確かに他の人の動画を見ると、バーナーでやる人ってすっごい本当忙しそうにしてるから、うんうん、絶対私じゃ無理だなって思ってたからさ、うん、だけど風の点火の仕方を見てると、うん、結構ゆっくりこうポンピングしてるから、うん、まあ、それだったら私もできるかなと思って、うん、なんです。なんかドイツ式だったかな、外国の方がよくされてるんですよね、うん、この点火方式で、あのたまにコメントでですね、うん、あのこっちが正解ですよってバーナーの動画を送ってくれる人とか、まあ、いらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、それとこれとはちょっとまた違うんですよ。あ、別な、別のやり方ですので、うん、でうちはもうあのアルコールでやるやり方を、まあ、採用してまして、うん、まあ、若干違います。うんうんうん、まあ、どちらでもいいよっていうことだよね。そうそうそう、どっちでも正解です、うんうん、ただうちはもうアルコールっていうだけで、うん、はい、はい、そんな感じでですね、あの、まあ、前回同様の、あの点火方式で、うん、まあ、アルコールでプレヒートをしてっていう流れで、はい、まあ、試してもらおうかなと。まあ、その前に早速ですね、うん、そのクリーニングニードルのパーツ交換をしてみようと思います、うん、はい、ではまずはインナーチムニーを取ります。インナーチムニー、インナーチムニー、あら、あ、ちょっと違う、お、やっぱり緩むんだね。今緩んでた、ここ、うん、ニップル、ニップル、うん、ここを取ります、うん、はい、この専用工具を使ってですね、結構簡単に取れるんですよね。この中に芯が入ってるの、芯っていうか、ここにちっちゃい本当だ穴があるんだけど、このちっちゃい穴が開いてるんですけど、うん、これを掃除するためのここのワイヤーというか針金が入ってるんですよね、うんうん、でも今見たらこの間まっすぐ直したまま大丈夫そうだね。使えるかな、まだ。もしかしたら前取った時は明らかに曲がってたの、うん、思いっきりくの字になったもん、こんなん。ああ、そうなんだ、うん、で爪でさ、うん、どうにかこうにかまっすぐしたのよ、うん、でここの、下のノズルがあるんですけど、ちょっと持ち上げていい、うん、でここ の, あの矢印が下を向いてるでしょ今、うん、向いてる。下を向いてる時に、うん、このクリーニングニードルが、うん、あのへっこんでる状態で、うん、さっきのこの矢印を上に向けるとこう上がってくるの、ほら、これが下がって上がってっていう感じ。上がって下がって、下がって上がって下がってっていう感じ、うんうんうん、あ、でもやっぱ曲がってるわ、もう変えよう。あの磯野奈美平さんの髪の毛みたいに失礼だ、クリクリってなってるでしょ。だから変えようか、先端、あ、本当だ ね、遠くから見るとまっすぐ見えるけど、ちょっと先端が曲がってるかなぐらいだけど、うん、近くで見るともう本当ヒラヒラって、そうそう、微妙な波を打ってるね。だから奈美平さんでしょ、うん、その通りだったでしょ。綺麗じゃなかった、まあまあって企画だったね、うん、だった。で付属のですね、交換パーツがあるんですよね、うん、
でこれがあの交換用のこんなのが最初から入ってるんですけど、うん、付属品として、うん、でその中にこのクリーニングニードルとニードルを交換する用のニードルキーというのが入ってます、はい、ニードルキーの先端はこのようにあの三角になってます、うん、でこっちの三角の方を差し込んで、あ、回った。こうやって取り外すことができます、はい、結構簡単ですね、取り外し方は。でこれはこの間ね、この入れ物は僕が自分でしたものなんですけど、入れ物はってどういうこと？この白い入れ物、本当はこの裸で入ってて、うん、この間あの備品の中に入ってるかなって確認した先端のこの針金曲がってて、うん、うわ最悪と思ってさ、新品なのに曲がってるっていう、あ、じゃあそのまましちゃうと、そうそう、だから良くないんだね、うん、曲がると嫌だなと思って自分でねケースを作ったんですよ、まあ、作ったっていうほどのケースではないんですけど、おっそ細いよね、うん、でまたさっきの逆手順で入れます、うん、こんな感じで、こっちが最初からついてたニップルなんですけど、うん、若干あの芯からずれてるんですよね穴が、うん、でこれがちょうど芯に来てるんですけど、ちょっと変えます、こっちに。これ多分ダメだ、こんなずれたら、うーん、多分ちょっと変えてみます、うん、で入れるときはこれを下げて、クリーニングニードルを下げた状態で入れます。で付属のスパナで締めます、キュッと。でこれを上げた時にこの先端から出てくれば OK、うんうん、出てこなければ曲がったってこと、うん、それではクリーニングニードルが出てくるかちょっと試してみようと思います、はい、まあニップルも交換したので出てくると思うんですけど、うん、出てこなかったら泣きます。はい、せーの、え、出てこねえじゃん。また曲がった。なんで曲がってる？いや曲がってない、回し方が足りんかったんじゃない？なのかな、ちょっとビビりすぎたのけ、うん、ね、いいですか？うん、あれ出てこない、なんで、うん、こっちが聞いたよね。でも今外した時中の芯は曲がってたの？曲がってない。お、まっすぐだね。まっすぐだよね、うん、お前のもともとついてた方にちょっと変えてみるわ、うん、でも高さ的に出る？いや出ないわ。あ、大丈夫だったのかな、さっきので。いや本当はじゃあ最初のこれは出てたんだけど、うん、いやこれはちょっと短いのかもしれないじゃん、こいつ自体が。それでもいいわけじゃん。いや分かんない、分かんないけど、これはもうあの外国クオリティってことで、もう一回上げてみるよ、うん、
よし、ノズルも OK。 じゃあそれではマントルを、ちょっとインナーチムニーを戻します。このマントルを破かないように。よっしゃ、よし。じゃあ一旦あの私の方でつけますんで、うん、あの見ててもらってもいいですか。まずは見て学ぶということで、はい、プレヒートは2回で大丈夫だと思う、うん、じゃあ三角が下を向いていることを確認してください、うん、でこの時さっきのあのクリーニングニードルが引っ込んでる状態ね、うんうんうん、だからもうずっとこのまま ここはもう下に向けたまま触りません、はい、うちのやり方はね、うん、ここの圧力弁は、うん、まあ最初は開けときます、うん、最初開けときます。でここの横からアルコールを入れます、うん、で前回のフィンデレラシットしたフィンデレラシットシンデレラシンデ逆にはねシンデレラフィットねフィンデレラシットって言ったねどういうアメリカ版になるとやっぱね、そうそうそう、出てくる言葉もねちょっと違ってくるよね。日本語と英語って逆になるじゃんそういうこと。ここに入れますね、うん、ちょっとずつ少しこって溢れない程度に。あ、ついたね。ついてる。このアルコールのプレヒーターこのゆっくりした時間がいいよね。そうなの、うん、違う、うん、なくなったかな、うん、なくなったね。2回目、こんぐらいまで減ったらアルコール、違うアルコールじゃなかった、この調整弁をここを閉める、うん、時計回りに回して閉めます。でこっちをロックを解除してゆっくり押す。お、ついた。これだよ、正解です。すごい、ほんと一発だったね。簡単にするね。一発、こんだけ苦労したのに。でもまだこれで安定するかわかんないもんね。はい、じゃあそれではチャレンジしていきましょうか、うん、まずこの矢印が下になってるか確認します、はい、その後にこの圧力弁を、うん、緩むんだよね、うん、最初に緩めた状態、緩めた状態だからこれでいい、うんうん、っていうことだよね。緩まってる、これでいい、うん、で、オイルを入れます。入れます。まだ手袋取ってていいかも。ちょっとしにくくない、うん、こっちここの大きいやな。あ、ここから、うん、いや、こうね、これ傾けないといけないの。こう、あ、これ、こう、うん、まあいいよ、ね、うん、そして火をつけます。もうちょっと声を張ってね。火をつけます。はい、ここからでいいんだよね、同じところから。そうそうそう、あ、ついてる、ついてるね。ちょっと見にくいよね、アルコール。うん、いや、ついてなくない？ついてると思う。上に手かざすんだよ。あ、ついてるよ。あったかいもん。あ、ほんとだ。全然見えない。あ、こっちから見えた。あ、その確認は上にかざしてみればいいんだね、手をね。うん、と思う。
まあ、たまにこうポッポって見えるけど、ね、少し、見えるけどちょっと見にくいかな。つけられるようになってもこの前のやり方を知らなければつけられないってことだもんね。この前ってそういうさ、そのシーンを出すとかさ。あ、いや、シーンを出すのはもう関係ないよ。あれは、あの灯油のなんかね、でここはここからあのニップルってところから霧状に灯油が出てくるんだけど、うん、あの使っていくとやっぱりそこが詰まってくるんだって。ゴミが、ゴミが詰まってくるのを掃除するための先のクリーニングニードルって針金が出たりいたりしてたよ、うんうんうん、でこれをピッピッってしたらそこのゴミを取ってくれるっていう役割だ。あ、詰まりを取るってこと。そうそうそう、あ、詰まりを取ってくれるっていう部品。あ、そうなの、うん、あれは。だから最悪あの針金のさ、なんかパーツ、掃除するようなパーツが入ってるんだけど、うん、それでちょっちょって多分掃除すれば使えるんじゃないかなって、まあ、俺は思ってるわけよ。なんか毎回毎回あれをしないといけないって言うのじゃないの。うん、満タン入りました。着いた。着いた。ポッポって言った。今やっと、風がさっき言ってた意味が分かった。何？待ってる時間もいいよねっていう。うんうん、はっきり言ってこうしないとそういうのって分かんないよね。うん、だからもう。そうかなって思ってたけど、うん、自分でやるとこの一つ一つの工程をさ、待つのも楽しいよね。うん、うん、そうだよ。別の楽しみだよね。どうだ、3分の2ぐらい減ったところでも準備していいかな。結構アルコール減るの早いから燃え尽きるのが、うん、もうそろそろ、もうちょいだね。じゃあもういいかも、準備して。じゃあ閉めます。はい、がっつり閉めていいってこと。もうキュッキュッって感じ。はい、はい、でロックを外します。上に頭やらないようにね。うん、取れないですけど。え、今取れてる。ああ、そういうことね。こう、こう思った方がいい。そうそうそう。いいよ。そのまま。続けて。遅い？いや、大丈夫。遅くても大丈夫だよ、全然。いいね。でこれでもし途中で炎上するようだったら、さっきのあの圧力を抜いてあげれば。ああ、炎上っていうのはこの間キャンプ場でなったような感じだよね。もう思いっきり火が横から出るような感じ。うんうん、なんだったのかね、あれね。やっぱりクリーニングニードルが悪させたのかな。だからもクリーニングニードルが悪させるってことあるのかね。針金が曲がってるとこういい感じで灯油が噴出されなくておかしなことになるのか。でもそこをいじったことでついたってこと。そうそうそう、1回でついたよね。ねえ、まああの時も今日もね、うん、あれ以降大丈夫だもんね、うん。なかなか分かんないけど、うん、こんなもう、うん、長くない？分かると思うけどね。ちゃんと閉まってるよね、ここ。うん、え、ビクともしなくな。もうちょっと早くして。もう壊れたかな。え？嘘でしょ。私がやると壊れる説があるよね。うん、見事にね。でもね、本当壊れるんだわ、私がすると。
何なんだろうね、あれね。いろいろなんかあのビーコが触ると調子が悪くなるもんね。パソコンでも何でも編集させたら編集のソフトが調子悪くなるし。待って待ってね、本当にこれ何もわかんない。つうか空気が入ってないんじゃない、そんなに。どういうこと。え、じゃあポッピングは悪いってこと。多分。あ、上がってきだした、上がってきだした、だ上がってきだした。よかったマジでよかった。他の手前でいいんだよね。うん、他の手前ぐらいがいいみたい。よっしゃ、いい。はい、そら、これをしまう。そうそうそう、これで OK。 あとはできました、キャップをこの溝、ここの切りかきとネジを合わせてあげて。熱いよ熱いよ、早く離さない。こうします。OK、 はい、できました。確かに楽しい。楽しい、うん、こういうのやらないといけないね。だよね。いいでしょ、自分でつけた明かりは。違うよね。シューっていうぐらい、もうちょい。まだ？うん。うん、そんなにそんなに。早くない？早くない？大丈夫大丈夫。消える瞬間もいいよね。ワン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 ってなる。消えた。よし、完了でーす。みんなこれが楽しくて買うんだよね、やっぱ。はい、ということで今回はペトロマックスの簡単なメンテナンスと、うん、初めて私がペトロマックスの気をつけましたっていう動画になりましたが、はい、どうでしたでしょうか。緊張感が伝わったんじゃないでしょうか。まあ、比較的そのアルコールでのプレヒートというのは初心者でもね、多分いけると思うんですよ。そんな気持ち的には焦らないし、うん、その手順さえ分かっていれば、うん、そうだよね、うん、手順さえ分かっとけばです、うん、あの通常バーナーだと、うん、あの圧を最初に、まあ、タンクを満タンにして、うん、バーナーで火をつけるとちょっとずつやっぱり圧が減ってくるから、うん、あの追加で圧をやっぱり加えてあげながら点火をするっていうやり方なんですけど、うん、まあ、それだと結構焦っちゃうし、そうみんな焦ってるんだよね、うん、気持ち的な余裕が、うん、ないから。そういうのもいいんだけど、やっぱそれを見て、うん、見ちゃうと初めて取りかかるっていうか初めてする人にとったら、うんうん、あ無理かなって思っちゃうわけ。そうそう、怖いのよね。そうだから、まあより安全な、うん、あの簡単なやり方で、まあ、うちはやってます、うん。まあ、すごくね落ち着いてできるし、まあ、楽だよね、うん、なんて言っても。でポンピングも1回で済むし、うん、ゆっくりでいいし、うん、全然こうガンガンやんなくてもこうゆっくりシュッシュッってやるぐらいで簡単につくから、うん、ね、焦りっていうのも全然なかったでしょ、うん、あ私の場合できる人が隣にいてやったからっていうのもあるけどね。あん、まあでも初めてでも簡単だよ。なのかな、うん、そんな焦らないよと思います。はい、まあ、もしやる機会があったらですね、うん、このアルコールでのプレヒートもぜひ試されてみてください、うん、はい、おすすめですね、簡単だしね、うん、はい、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。